ヤマハ XJR400R の紹介ですね。はい、よろしくお願いします。はい、XJR の 4HM、 XJR 大きく分けて2つありますね。あの 4HM の、カテゴリーのものと RH02J のカテゴリーのものです。で、 4HM も一番最後のものは RH02J と同じシェイプをしてますけれども、それまでのものっていうのはこういった形になります。はい、で、XJR400 と XJR400S、XJR400R というものがありますけれども、その中の R です。で、何が違うかというとですね、もちろんこのオーリンズショック、はい、ヤマハのオーリンズなので、ヤマリンズとか揶揄されたりしますけども、ヤマリンズのショックですね。ヤマリンズってちょっとかわいいな。はい、で、それから、ブレーキのキャリパー、これがキャリパーと言います。はい、ブレーキディスクにこれがキャリパーというんですが、キャリパーに、ブレンボ、がついております。あのブレンボというのはみんなブレンボブレンボって言いますけども、ブレンボって何だろう。はい、ブレンボというのはなんかブレたアメンボの略なんですね。はい、ブレたトンボでした、すいません。あのトンボがですね、こう飛んでる時にですね、こう2匹ぐらい連結しててこうフラフラしてるじゃないですか。ああいうのをですね、あ、ブレンボだというわけなんですよね。はい、つまんないですね、やめましょう。ブレンボというのはですね、外国の、ブレーキメーカーですね。いろいろあるんですよ。ブレンボとかショックだとビルシュタインとかですね、これそういうものを専門に作っている、メーカーというのがあります。はい、でブレンボというのはブレーキを作っている有名な、メーカーでもちょっと高いんですね。はい、高価なんです。でその、フロントはキャリパー、リアはマスターシリンダー、ここについてますけども、これだ、マスターシリンダー、はい、に、ブレンボのメーカーのものが使われているということなんですけども、これライセンス生産だったと思いますので、ブレンボ製というよりはブレンボのライセンス生産のヤマハ製だからヤマンボというふうに言われていたような気がしないでもないな。はい、で、ですね、で他にじゃあこれブレンボとも何とも書いてないこれ、このキャリパー、リアのキャリパーとか、あとなんか他のバイクでもいっぱいついてるようなこの四角いやつ、四角いマスターシリンダー、これどこのなのっていうと、まあ、日清というですね、これ日本のメーカーです。日清の、ブレーキマスターとかですね、キャリパーというのはいろんなバイクに使われてます。ほとんどが日清じゃないのかな。はい、日本製ですね。じゃあ日本製がブレンボよりも良くないのかといったら、そんなことはないです。ブレンボとかですね、外国産のいいものになると性能もいいかもしれないんですけども、値段もいいんですね。はい、値段も上がります。新品のそのパーツの値段も上がるんですけども、それを整備分解、メンテする時の部品代、これも高くなります。はい、というのが、まあ、難点かな。でも、まあ、日本ヤマンボの場合はですよ、メーカー純正品なんで、ヤマンボの、ブレーキオーバーホールキットとかですね、そういうのはあんまりその国産のものとはあんまり変わらないです。はい、そこは心配しないでほしいです。はい、ただ、まあ、本当に外国産のですね、ブレンボのブレーキセットとかを使うとですね、やっぱすごい高いです。でショックもですね、例えばこれ、オーリンズのショックついてますけども、通常オーリンズのショック2本つけましたっていうとですね、大体15、6万かかっちゃいますよね。モノショックでシングルのものをやっても多分12ぐらいいきます。はい、そんなにかかっちゃったらバイクいくらだよっていうことになるんで、そうした考え方をすると、まあ中古でですね R を買うとお買い得かなっていうようなイメージになります。はい、で、この Rですね、外装状態もですね、なかなか綺麗です。はい、ここうっすらここにへこみがあるかな。はい、でこっち側はもう、ちょこっとした傷はありますけども、大きな割れかけ等はありません。はい、あと、最近気づいたんですけど、この XJR のや、ここですね、ヤマハファイティングスピリッツって書いてあるんですよ。ファイティングスピリッツって皆さん日本語にするとなんだか分かりますか？そうです、闘魂ですよ、闘魂僕あんまプロレス詳しくないんですけどもね、あれです、123ダーの人ですね。はい、闘魂ですよ、ヤマハ闘魂って
って書いてあるんですね。弾痕じゃないですよ。で、反対側もまあ闘魂だから、僕ね、このバイクを収めるときに僕がですね、カッティングプロッターで、闘魂って書いてここに貼ってあげようかなって思うんですけども、そして欲しい方だけ言ってください。特に何もおっしゃられない場合はですね、私何もいたしません。はい、すいません。はい、で、なんだろう、全然バイクの説明してない俺で、ちょっとはしたか。で外装ですね、フロントフェンダーもまあ割れなく綺麗ですね。でタイヤはまあ山いっぱい残ってるんですけども、若干ひび割れきてますね。なのでまあ何千キロとかは走れないんですけどもね、最初乗って遊ぶ分には十分です。で、リアはまだまだ全然いけます。コンパウンドもまだそんなに硬くなってないし、溝もまだ残ってますんで、はいですね。っていうと、これすぐタイヤ交換しないと走れないんじゃないかっていうご不安の方いらっしゃると思うんですけど、そんなことないです。はい、別にサイドウォールの表面に多少ひびが入ったところでタイヤがいけバーストするとかないんで、普通にですよ、普通に、放棄走行をされる分には全然まだ使えます。はい、ただまあしばらく乗ってですね、様子を見てもらって、で、まあ2、3ヶ月乗ってですね、お小遣いに余裕ができてみたら、ちょっとタイヤが見るかなっていうぐらいでいいと思います。で、うちでもタイヤ変えられるんですけども、当店も外注で出させていただいておりますので、皆さんがですね、お近く のバイク用品店で、タイヤを交換なさってもですね、全くそれは値段的には変わりません。なので、うちでやったからお買い得っていうのはちょっとタイヤに関してはできないです。本当に申し訳ないですけども、ただバッテリーとかですね、オイルとかプラグとかそういったところに、においてはですね、割と頑張らせていただいておりますので、でそこは納車整備に入ってます。価格の中に入ってますので、そうですね、まず車検を取って、車検に付随する費用で、それから、オイルとバッテリーなど の液体関係ですね、それから、プラグ、保安制度関係、はい、をやった上で、車検を取り名義変更をして、テスト走行させていただきます。テスト走行して、問題なければで、問題があればそこを調整してで、お渡しというような感じですね。まあ、念を入れてますけども、うちで入れさせてもらっているオートバイ、そこまでなんかこういろいろトラブル出てくるっていうことは本当に稀です。はい、なので、割と効率についても納車は早くはできると思います。はい、じゃあちょっとエンジンをかけてみましょうか。はい、はい、非常に静かですね。で、これノーマルのマフラーです。はいね、どうでしょう、XJR の、まあ、持病というかですね、まあ、正常作動の範囲だと思うんですけども、 XJR というのはここにですねスターターチェーンというのが入ってるんですね。でこれがその低速の時は少しこうバタバタしてしまいます。で、その音がカチャカチャいう個体というのが割とあるんですけども、こいつに関してはそれが全然ないですね。カチャ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 言わない、別に言っても大丈夫なんですよ、言っても大丈夫。ただ、空冷なんでいろんな音がただでさえ聞こえてくるっていう中でですね、そうしたもともと持っているような音、異音というかですね、メカノイズがしてこないっていうのは割と状態よく乗られていたオートバイであるということの証明だと思います。まあ、なぜならですね、割とこの世代の XJR というのは改造されてしまうんですね。いろんな形で改造されます。でそれによってですね、どんな人が乗ってたかっていうのは大体想像がつくんですけども、こいつの場合非常にノーマルに近い状態、ノーマルに近いというか、まあ、ほぼドノーマルですよね。ドノーマルの状態で、割と外装も綺麗なものを維持しながら乗られ続けて、そして、一番に出てきたと、いうことからなかなかですね、乗ってる人は大事にしてたんじゃないのかなということが僕の目からは伺えます。はいですね、どうでしょう。はい、で、もちろん、まあ、さっきも言いましたけども車検2年付きで、お渡しです。はい、なのでそうですね、まあここから乗り出していただくのでも全然構いませんし、あとはまあ遠方の方いらっしゃればですね、遠方発送もできます。はい、
あとは今雪で乗れないよと、ちょっとしばらく預かってくれないかというようなご要望もですね、受けたまわります。まあそんなに長い期間というのはちょっと難しいんですけども、例えば4月になったら送ってくれよとかですね、まあそのぐらいだったらやりますので、ご相談ください。はい、よろしくお願いします。はい、いいですね、非常にいい。本当は乗りたいんですけども、なかなかこの三角のスペースでは乗り回すこともできないです。はい、まあ、ちょっとじゃあ反対側もお見せしましょうか。なんなのでいいよ。今日のカメラマンはですね、誇り高きドイツ軍人ジョジョ芸人高橋がお送りいたしております。笑ってる。はい、反対側こうですね。はい、ちょっとじゃあ近く来てもらいましょうかね。ここへ。はい、まあこんな感じですね。はい、綺麗ですね。でここちょっとめくれますね。まあでもここはこんなもんでしょう。でサイドカバーも綺麗で、この辺も当たった跡はないですね。ここちょっと削れてるのか。でもこれはこんなもんか。でタイヤがあって、反対側いいですか。はい、ここちょこちょこ傷あり、ちょこ傷ありで、割れは特になし。でこっちのサイドカバー綺麗、ここも綺麗ですね。はい、サイドタンデモステップはなんかないですね、これね。なんかちょっとうちの方で見つけられたらつけておきますけど、見つからなかったらついてないかもしれないです。でこっち側はそこにうっすらへこみがありますね。まあ、この辺メーター周りは割れてないです。ヘッドライトも当たり跡はないですね。フロントフェンダーも結構綺麗な状態ですね。でフォークオイルは漏れはないです。これフロントフォークと言います。インナーチューブと言います。ここにオイルが漏れている場合があるんですけども、漏れてはいないですね。はい、はい、とまあこんな感じで、ございます。はい、おそらく割と安めに出せると思うんですね。はい、なので、もしその 400cc の4発ネイキッドで、お手頃なものをお探しの方がいらっしゃれば、割とハマるかなというふうには思います。はい、というわけで、ぜひですね XGR400R この機会にお探しの方どうぞよろしくお願い申し上げます。